奇跡を期待します。毎日毎日奇跡を期待します。そして信じて受け取りましょう。信じて受け取ったら本当にこの2019年じゃなくても2020年でもいつでもいいんですけど、今日でも明日でも明後日でもいつでもいいんですけど、その神様の奇跡がもうダメかと思うようなことでも乗り越えさせてくださる、そのこのゴスペルで歌っている神様の奇跡が私のものだし皆さんのものだしみたいな感じです。もう新年一発目にふさわしいかなと思って、ちょっと舌が回らなかったりして、ね、大変なんですけどね、ずっと歌わせといてすいませんね。舌が絡まりそうな I expect a miracle、 I expect a miracle、 神様の奇跡を期待します。なんかちょっとグニャグニャってなるかもしれない、いきなり歌ってっていう曲じゃないんですけど、もしグニャグニャってやってみたい人がいたら歌ってみてください。オーストラリア人、かっこいいって感じですね。父さんもかっこいいもん、今日は
日はね、あのもしかしたら来るかもって言ったんですけどね、ちょっと仕事で来れなくて、というわけで、あの今日初登場のゆりさんと一緒にちょっと一曲歌わせていただきたいと思います。曲はお前らうまいですね。私とセガちゃんね、あのそれぞれのところでジャズをしているんですけども、なのでちょっとジャズリーな感じでやりたいなと思うんですけど、いいですか？頑張りましょう。セガちゃんの方が先輩、あの進化なので、あなんか素晴らしい、ね、世界素晴らしくないところもたくさん目にも見えるし、頭は私たちの中にもあるんですけど、でも神様が準備してくださって、素晴らしい世界っていうのを心の目で見て、歌いたいと思います。Right.
次はソロの登場、ウィリアムズ・ディーンさんのソロで楽しんでください。はい、今日ですね、ちょっとドキドキでございます。私はいつもは三重県の四日市で、ゴスペルクワイアの指導をしていて、去年からですね、名古屋の方に、3カ所ぐらいですね、ゴスペル の指導に来ていまして、そういうこともあって、セガちゃんやカーベル、そしてアキちゃんと仲良くさせていただいています。皆さんはゴスペルね、何回も聞いたことがあると思うんですが、今日は私の大好きな曲を1曲聴いてください。Jesus, You're My Strength っていう曲なんですけども、私が真ん中に立ちます。はい弱い時に皆さんは何が力になりますかね。弱った時に、いろんなことをこうネガティブなことを考えてしまいがちなんですけども、この歌詞はですね、この曲を作った人はですね、イエスが私の力なんだというんですね。面白いです。ゴスペルっていうのは大どんでん返し のストーリーがたくさんあるんですね。弱い時にこそ強いとかね、そういうこうピンチはチャンスとかね、そういうのよく聞くんですけども、まさにその通りなんですね。一番弱い時に神様が一番働いてくださる時、自分の手をもう止めた時に神の手が動き始める時、そんな大逆転の歌を新年歌いたいと思います。あと聞いてください。My cry from the depths of my soul.
ありがとうございました。はい、そこで、次はですね、セガちゃんとアキちゃんのデュオですか。アキちゃんのソロでした。次はね、アキちゃんのソロになります。一緒に過ごすその一日っていうのはこの地上のもう千日よりも勝るんだよっていう、まあ聖書の言葉があるんですね。今すぐそこでなんかふと思ったのが、私去年すごい早かったんですよ、1年が。ってことは365日ってもう本当にあっという間で、ってことは本当にこう逆に意識していないと本当にすぐ一日が流れていってしまうからこそ、私はいつも神様のもとに行くっていうことを自分が選びたいなって、今すぐそこのなんか思いました。だからその年が始まるこのタイミングでこの歌を歌うっていうのもやっぱり意味があるなって、自分で自分自身で思いました。では喋るとまた長くなるんでこれでよろしくお願いします。Better respond.
もう行っちゃっていいですか？